超えてきている下石現在もちろん5万3千7百点です、うん、ドラはチーピン、はい、ヨガ選手もいい押しだったんですが、えー、やっぱり押すということはこういうこともあると、はい、でもこういう押しをしていかないとトップはもぎ取れないよっていうこれはもうしょうがないですね結果がこのトップが偉い境界ルールって本当に精神力が試されるイメージがありますそうですねどこまで押し切れるかみたいな これはね、須田選手と堀選手にとってもね、自分たち2着の望みが一気に出てきました、はい、2人で2 3着どっちになるってやってたところが、突然3人で2、3、4が争いになったんで、はいまあ、堀選手とか本当に欲張りなんで、ああ、トップ遠くなっちゃったなっていう可能性あるんですけど、<laughs> ね、でも、嬉しいですよね、普通は。 そうですねもちろん親番で大爆発したらトップの可能性ももちろん残ります、はい、ただねやっぱ2着の可能性があるの嬉しいですよね。嬉しいさあ下石はま、ね。まあ下石選手はここから2つパターンがあって「はい、あもうトップ大体決まったからもっと大きなトップ決めに行くぜ」ってやるか「うん、トップは大体決まったけどちょっと包絹とか。 しちゃうとワンチャン危ないからしっかり固くこのトップを守りに行こうとするかどっちのタイプですかね結構守るタイプだと思うんですけどほ<う>手が悪くないんですよねえー、自ら上がりに行けそうな手に見えます、はい、まあ簡単に言うと誰かのリーチを受けてこの持ち点で押すのかっていう話ですね、はい、うん 難しいです、ねはい、こう普通におとなしくしていればトップ安泰なところ、はい、さらに一歩踏み込むかどうかそうですねんかどうだろう大きなトップはもちろん取りたいんですけどやはりトップを取るということが大事なんで、うん、これは急走ですね。パーピンが頭になりま、はい、まんずま,ます。す。の一気通もだ狙 先ほどは痛恨の報酬となってしまった小川はここから立て直せるか、うん、やっぱちょっと手が踊ってないですもん見るからに意気消沈してる感じの切り方になってますね、うん、もう伝わってきますね小川さんはいもう E ピン掴んだ時のこの世の終わりみたいな手術も非常に印象的でした参 <laughs> ったなっていう感じですね、うん、明確に押してるの見えてましたからね、はい、しかも4回連続無筋切ってきましたから尋、ね、常じゃない <laughs> ただの1500とか2900ではないなと ドラ引いたはいこれで打点アップのチャンスただまだ形は整っていません、うん、菅野手おードラ引いたここも一気にやる気出ますかねとりあえずパーピン先切りじゃないですか、はい、何はともあれドラのとこを固定してあとはなんとかマンズでしようとはいさあこれで小川イーシャン点です、うん 全員整ってきましたね。はい、少しずつ。ああ、これでタイヤオも見えてきた。堀選手もいいですね。はい、トラスバのパーピンを話します。いやー、ー嬉しい。これは、九、普通はイ、e、ーなんですけど、これ九ワ切っておくと。はい、裏目のパーワン引いても、六七八三色で帰ってくるんですよ。あそれはもう。 裏目とは呼ばないかもしれません、ね。はい、なので、九番切った感じですね。はい。まあ、イー切って、裏目の三番引いても、同じような感じなんで。うん、ちょっとあったんですけど、まあ、パーワダイレクトの裏目が、六一八で嬉しいんで。そっちを優先した感じですね。これリーチかな、シャンポンで。単容ですね。ランマンスーマン。はい、リーチいきました。うん、またもやり一で、畳みかける下石です。うん スーマンはどうでしょうか堀が1枚ずつ持っていますねここに1枚ありますね、はい、となると山には数万残り1枚、うんまあ、下関脇は語りかけてますよねお誰にみんなにおうなんと来れるんですかとあなた方私のこのこの持ち点のやり位置に皆さん3人競っておりますけど押して来れるんですかと「報酬した人4着ですよと」とそうであなたは別に私 と競り勝って上がったとしても別に突破遠いですよと、うん、押せますか本当にと問てかけてリーチしてます、ね、ああ普通は押せないですよ普通は押せないんで下地選手はゆっくり積もろうという作戦うわ押せそうな人きたっていやでも安いですよねこれこれこれダメまあ G1 切ってリーチはないですね9番3枚切れなんでログマンも自分で2枚使ってるウッパーは強いんでこれは3層とか切って 相図に頭を求めるんじゃないですか確かにマンずはね全然通ってないんですねうん、うん、この持っているところ通ってるのが老相ーーとチーソ相3、うん、相は筋でまだ切りやすいか老ーソ相切るとちょっと頭作りづらすぎるんで3相切ってその相図4五7八頭になったらウッパーワン勝負、うん、になるねここでマンズをして6九ンとかパーワン切ってるワンチーワンは割に合ってないですね なんか第1は3層切りもっと慎重に行くなら小そううわちょっと強気でいった感じかな上の方切ったけどパーソーは通ってないぞはい上ーパーソ層そんなに良くないと判断したってことですかなるほどあと振り点の2パーソ層なら勝負いけると満足を引いたはあこの後の展開も考えての、はい、パーソー三3層切って振り点のサブロック層ーーでは勝負いけないという判断ですね こうリスク先に取ってように見えましたね。はい、押せますよと。ホリノンさん押せますよ。はい。まあロースを先に切った後のマンドゥいろいろ照らしのリーチなんで、うん、まあウッパスを固定している可能性も低いんでというのもあると思いますけど、かなり強気に行きましたね。はい。押すぜと。今シュパーンって切ったけど。さあこれでリーチだーーー。押すぞと。 堀のアンサーリーチ入りました。ウーパーママちです。あれ、しまいんあれ、来るんだ。あれ、おかしいねと。ちょっと、ドラだね。大丈夫。激怖かったけど、大丈夫。あ、押せるんだ。しまいさんも、さすがのしもいさんも、ちょっと、恐れたかもしれませんね。これは。あ、そうなんだ。押すんだと。さウーパーマンは。ウーパーマンは、手配に四枚使われてます。バニ一枚。二枚。はい、庭場に二枚ですね。じゃ。で、スワン一枚は変わらず。 2対1はいはい堀の方が1枚有利な状況ですいやこれ下越選手パワーワンとか掴むとまた分かんなくなってくる、はい、3はセーフ3はセーフ,セーフいろいろすり抜けている <laughs> はいさあどうなるかしてはい3段目に突入です、うん、いやー <laughs> いこれは堀選手お見事リーチツモタたヨピンフイーペーコー。 2, 24, 2 200, 4 0 0は2200、4200の上がりですいやこれはうまかったですね,ね本当にあのプレッシャーリーチに負けずしかし入り目ローソーなんで例えば三層とかローソーとか切っててもできてないんですよ<ー>本当だパーソー切りが見事に実った形ですねパーソーをパーンと行かないとローソーキャッチできてないんでこれは芸術点の高い上がりとなりましたで一気に抜けてトップも見えてきたとはい 麻雀スリアロチャンネルの動画をご視聴いただきありがとうございます。麻雀に関する動画をほぼ毎日アップしております。チャンネル登録高評価 twitter のフォローなどよろしくお願いします。また、概要欄に麻雀プロ団体ライブチャンネルのリンクを貼っておりますので、そちらもご覧ください。